そういうこと。だんだん仕様が分かってきたわ。250ゲーム。あーファイト。誰もがみんなまとぎキャスの炎を情熱で情熱でこの体突き当てるまでもやって Hey ウェルカム立ち裸のカメなんて関係ないぜ Perfect この上ちぎれるまでは朝昼晩太鼓勇気折れない心と我らの勇気やるならガチが当たり前だろ We are Seventh TV。 はい、周年ぶりのイーアーク竹の塚店、抽選参加人数が300名様くらい、評判欲しいね。いきます。それまあまあか、300人だから。まだこんだけいるからな、普通に評判だろう。感覚鈍ってるかもしれないけど、114番入場ね。入場でーす。 OK、 もう機材ビチャビチャ、もうこれで壊れたら立ち回り変わっちゃうわ。6号機じゃまくれん、よろしくお願いします。まあ、とりあえず機材は動いているんでスロットで行きたいと思います。おーし、こっちの方は選べる。番長ゼロ埋まって、バイオセブン埋まって、あーデビルメイクライ行きたいな。あ、末尾7で角のデビルメイクライ5空いてます。これ行きます。ラッキーラッキー、マジでリアルに設定入りそう。はい、おはようございます。私セブンズ TV メンバー人間体感キワロースです。本日は B アーク竹の塚店にてマラスのあれうち。勝利をつかみ取るのだ。はい、朝一取った台はデビルメイクライ5。もうね、そろそろ言わしたい。教えて、俺が生まれた原因。強烈なチームビューワードできたわ。生まれた原因探っていきましょう。え、めっちゃ蹴られちゃってるねこれね。設定判別はボスを7体倒すと天井なんだけど、その天井の振り分けが設定ごとに違って、特に設定差があるのが2と42回目のボスと4個目のボス。早めに2回選ばれたら設定あるかもって思っていい。あと結構終了画面が多い機種ではあるんで視差が出やすいと思うんだよね。まあ出たことないんだけど。はい、行きました。あのこの BGM だけでも聞いてほしい。今何してるかというと、ザコデビルをぶっ倒してこのベロのレベルを上げている。このコンボがバンバンいくとレベルがさらに上がる。はい、 B ランク。このデビルは4アップで、コンボ報酬が7ポイントあるんで11デビルアップで、これで36レベル。じゃあこの36レベルって何なんて思うじゃん。これが最終的にパーセンテージに変わって、それでボスを倒していくって感じ。まあ、だからこの1周期目にこのレベルを100にしちゃえば絶対に AT 入るっていうね。はい、48番。もうね、1周期にしてはかなり弱いね。なかなか 50% 切れないから。奇跡、これ奇跡で 48% 通してこの1周期ゴリ当てで決めるしかない。チャンスアップボタンはね、いつもはない。で、1周期目はそこまで設定差なく現実的に当選しやすいから。でもこのね、 AT が数多ければ多いほどチャンスアップだから、これは無理。ショートカットで、ショートカットって何ぞやと。これはさっきね、100ゲーム回したんだけど、いきなりバトル白帯弱攻撃ありがとう。たまにね、本当かよっていう継続するから、それを楽しんで。で、2周決めはいかないまず。高設定でもなかなか選ばれない白帯。これがね、もみじ柄が来ると AT 当選濃厚なんだ。で、こういうね、レア子役でも書き換え抽選している。はい、でダメでした。で、このね、ミッション3、2で終わるのが一番きつい。もうここでやめてもいいくらいで、また100ゲーム回してパーセンテージを貯めて同じことを繰り返しましょうっていうゲーム性。そんな面白いゲーム性打っちゃうわって思うじゃん。その面白いゲーム性を超えるぐらい超きついから、だから流行らんこの台は。マジできつい。
いやもうかなりブリゲーよマジ。この顔やめてほしいわ。いい加減にしてほしいわ。はい、ロックオン状態 47%。 これでミッション4。ここでは行かない。行ったら設定さ、ゴリ当て。これきつすぎ。 48%。 これいかないとマジ無理だ。はい、ミッション5、チャンスアップなし。ショートカット、これ天井だな。白帯しんど、この牛歩。 56%、 失敗できない。いいかな。 56%、 惜しかった。レア公約。すマジきついわ。 32% って。はい、次。あー入ったわ。821ゲーム、投資19,000円。あのもう朝一こうなったらその日勝てないと思ってください。やらかしました朝一で。最悪。いやもう最悪ね、これ。でこれラッシュ入ると必ず入るんだけど、これが太陽薬型の ST で、コブイがゆとり、リリブランクがダンテ、リプレイがネロに対応してます。でこれゆとりなんで、はい、20ダメージ。でこれが200枚に達するとボーナス。これがまあ難しい。あーダメか。でもね、まあまあやったわ。140枚、初期枚数が100枚あるんで240枚スタート。120枚素晴らしい。悪くないんだけど、ボーナまでいけない。120枚ダメだ。デフォルト画面で677枚で終了。もうこれ勝てないって。結構奇跡起こしたこの枚数。きついわ。追加で A 17アップ75。デビルバトルミッション1、ゴリ当て。2ちゃんで有名なホモって感じ。いろんなものに陰部を当ててみたいな。ゴリ当て75% よ。いやゴリ当てやったな、マジ。これ 75% とか取れないから、マジこの台ダメだ。俺早くもパチンコ界の予感してるわ。あ、次のどこのミッションまで行くかは見るけど、もう早くなかったらやめるわ。あまりに噛み合わない。マジこれ倒しちゃったらさ、撃っちゃうじゃん。絶対出現率に設定差あるから。クリスタルゲット56%。ああこれチャンスアップ。ゴリ当てには勝つわ。ゴリ当てで取りたい、頼む。デビルラッシュ。ああ、チャンスアップなし。ダメ。ショートか。赤タイ頼む。赤タイナイス。ギルガメス、ギルガメシュナイト、ショートか。はい、3つ目。はい、チャンスアップという。ここで入れちゃおっか。あー数多いね。オッケー。しかも DMC ボーナス熱っ。誰一人勝てねえって言わなかった。うん、辛いもんな。あー、なんかで、これが SDT 抽選してまして、初当たりなんで1個ストックは確定だから。レインボー勘違いしないように、みんな。これ設定しさ、これ高設定しさ、初めて見ました。女性集合は12と56で倍差があるわ。結構56の可能性上がるな。
あれレインボーだ。あらやだ。STT。そろそろね皆さんもねこっからのモナ見たいと思うわ。俺も見たいよ。ネロ。ナース探偵。イケオジ。ダメ。60枚。ダメなんだけどクリスタル。コンティニュー。さあ何ゲーム。すごい。ナイス。うまい。1射目だ。100。はい30。いいぞネロ。いいぞ。あと70枚なんとかしたい。頼む。うまい。残り0ゲームで DMC。 残り0ゲームはさすがに DMC。 残り30枚いけるか。俺押せない。来た女性たちの助け。これがたまに来るんだよ。やっと来ました。これがね自力の DMC コーナーでプラス200枚だからうまいよね。青か。熱いぞこれで。バイオと同じプーンって音が流れるからそしたらストック。これなDMC な。でさっきの SDT をストック。この繰り返しワンチャン投資分に追いつけるかも。諦めてましたが、またこう設定したマジで5、6あると思う。鉄拳デビルも六角してっから。え、デビル系全六、まあ、スンって終わるんよ。また666なんだが。おーすごい。4以上隣が4、5確定したわ。前代あるかも。だいたいこうなるんよ。はい、もう5、6濃厚と思ってます。ダメ。289枚。かけらは無理か。808枚。今日最高獲得枚数で1700枚。持ちメダルあるんで強めにまくりました。ダメか。これも高設定差だね。完全に100抜け。デフォルト217枚。クラッチ。しかも DMC ボーナス最高か。これ誰一人勝てねえじゃ。聞こえないよこれ。青だな。待ってこれ熱いっしょ確か。待って設定4以上で4否定したから5、6確定だわ。やっと出ましたグラ。こっからぶん回していきたいと思います。よろしくお願いします。5、6の機械割り見ちゃおっか。設定5で 107.9%、 設定6だと 111.1%。 いこう、まあ、6がいいな。111% 欲しいな。あーダメか。754枚。まあこのくらいの枚数がねコンスタントに入ってくる。持ちメダルが2900枚。おーいいね。 OK。 しかも DMC ボーナス。え、すごっ。高設定知らない DMC。 130ゲーム。いくよ。おい青マジってことはこれ SDT2 つ目青ならよ。はい、2個ある状態。というかさ、今持ちメダル2500枚あるんだけど、この台どうやって完走するんだろう。全然イメージできない完走の。すごい、また50。え、すごい。今回いけんならダメージがえげつない。うわ、え、またゴリゴリ、え、またゴリゴリ。何これ、今までこんなことなかった。強さが違う。これが俺たちの DMC だ。ストック1個ある状態でボーナス。これは贅沢。青ならだけど、ちょっとあれ聞いちゃうか。80年代ポップス。ストックはできず50枚。しかし残り枚数が300枚あります。
かなりやってやったわって思ったけど、やっぱまだ100万いってないもんね。ムーズすぎる、難易度やばい。内容めっちゃいいよね、そういうこと。115ゲーム、早すぎる。666オーメン、赤扉レア子役だろ。チャンス目だこれ、今日チャンス目。逆グラッチェイ、あと60、いいよ全員復活。ナイスダンテ、残り20。奇跡の回避じゃん、ネロさん、それはさすがに。残り10だけ、はい、誰も誰一人死ななかった。3人でこその DMC、 素晴らしい。得点欲しいもん。あれ赤7ならず、いいぞ。240枚ある状態、なかなかこんなことできない。これか感想の流れは。いいよ、ギリ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 、いいよ、素晴らしい召喚獣。120枚、まあまあ残り360枚、まだ参える。いきなり全長これいくんじゃない。来たよ、規定クレイジーがめっちゃ浅い。こんなことあるんだ、状態があんのかな。めちゃくちゃいいんだが、何これ三味一体してる。ここでレア子役なんて引いたらたまんないぞ。いいぞ、マジこいつら最高じゃん。池押しいらないな。チャメ引いちゃうか。50、30の残り20、頼む。残り10いったな。しかもこれもつれ込めばもつれ込むほど減算がストップするから枚数うまいんだよね。イエイイエイ、誰一人勝てねえ。ナイス赤だな、ならず。ラスト500枚あるわ、ないかな。500あるけど、頼む。これしダメ、今日最高獲得枚数1131枚。マジで完走できる気しないわ。でもね、持ちメダル4400枚、439枚、159枚で終わることもあるんだね。怖いね、これで決まると思う。そういうこと、だんだん仕様が分かってきたわ。250ゲームあー入った。え、裏レベルなしだよね。え、0.8% だよね。いや、なんか対戦相手が違う、初めて引いた。何これ、え、ありえない引き弱い。待って待って待って、まずい、ネロ落ちる、ネロ落ちた。え、ダンテも落ちたらマジやばい。ダンテ14ゲームだよ、弱すぎない。え、ダンテ14ゲーム落ち、え、30枚で終わっちまう。は？あ、何これ。いや、30枚で終わったんだが、これマジ駆け抜けんぞ。何これ、何これ、マジ。緑になった、これか。最低でも6ゲーム以上か。まあ行こうか。どうだ、高いよねやっぱり。1710デミも行くぞ。ちょっとゆとりやばいな、ゆとりやばいと思ったら差し込んでくる。メロイ、ここでレア子役引いたら最高。あ、メロが止まんねえわ、追撃。うーはー、もらったね。はい、30 40 50、ナイス。はい、残り20枚、これで決めるか。あーっと、今のはずるいよ、お追加なんだもん。
ありがとう。久しぶりの DMC ボーナス。赤。もういいだ。あ、赤だね。ゴー、チャイナタウン。オッケー、ストック。さらに重ねていく。何も、ジャックチェリーを。チャンスはある。ゆとり。サディスティック。よしよし、あ、コングラチュレーションズ。これ六角じゃないの？五以上だ。六角はエンダライオン。また緑。え、これもうずっとそういうこと？あ、なるほどね。完走するためには AT 自体のレベル2以上引かんといかんのか。なるほどね。やっと理解した。4000枚出してやっと理解。え、どうした？どうしたお前ら。まあまあ130枚ナイス。ダメだね。ああ、まあコングラチュレーションズ。六角じゃないですか。隣6でした。やば。いや、なんか5、6角してたけど5なんかなと思って。まだマイナスだもんな。怖いダイアン。急に怖いダイアン。動揺が出ちゃってるよね。あ、いや1なしね。いや、もうバカみてえに出るじゃんこれ。少ないて。いや、もうアホみてえに出るじゃん。137枚。本当に怖い台。いったか。ハマりすぎだマジ。738ゲーム。1000枚以上飲まれてもう9時だわ。やばい。もうやめ時考えてるのにこのハマりはマジ痛い。あ、特化ゾーンあるわ。これ引いてみたい。あった。レベル3だろこれ。これ完走して終わりだわ。やっと来たわ。やる。もう時間ねえ。早回すわ。まだピークに行ける。888でいいのか。いいんだ。やろう。ネロ欲しい。よし、うまい。このしかも強チャンス目100。あと10でいいとか。超イージーゲーム。こっから行くぞ。オッケー、ナイスネロ。ボーナス。誰一人勝てねえ。青か。もう絶対出るな。なんかまあ隣見てると結構六角出るんだ。そう思うと5の可能性高いんだこれ。さっきからずっと終了画面こんぐらなんだ。ライオン出ないもんな。どうせこんぐら来るんだろうな。ほら頼む。割れた。こんぐらも来ねえ。439枚。もう毎回出る。でもマジでこれね5だと思うわ。こんだけ回すとね多分出るんだよ。六角間に合ってないか。頼む。間に合ってない。こんぐらだよな、ね、やっぱな。433枚。はい、121ゲーム。これが最後でしょう。いけ。 DMC ボーナス。もう10時8分。これがラスト。ラスト AT。 閉店まで誰一人勝てぬ。ナイス。あ、このな、これ伸ばしていくぞ。ナイス。よし、ピークに行けっかもしんない。今日最大の3ストック。マジやばい。こんぐら54枚。もう絶対6じゃないわ。隣ね、もう最後ずっと六角だったから。はい、160枚上出来。40枚まだあるからダメか。40枚むずすぎな。まだ40枚。しかし今日ピーク越えは確定しました。ギリギリまで打ってよかった。666枚ね出なかったら絶対5。もう全資産出てくるんだ。650とか45とか。次注目ね。これやっぱ出ないじゃん。やっぱ5なんだよ。5でこんだけ夢見れるかなかなかないよ。6号機でこんだけイライラできるの。その代わりめちゃめちゃ気持ちいい瞬間が定期的に来る。飽きないもんなこの台。すげえないよ。
はい、ラスト完全に終わり、こんぐら10時40分これで終わります。完全にピークやめ、また会おう、また会おうぜ。はい、これが6確定のデビルメイクライ5。もうきついね。で6400枚出ているリゼロ、すごすぎ。でバイオセブン3800枚稼働、2500枚、2700枚で、この番長ゼロが6確定しております、5600枚。あとこの角のディスクアップが4400枚ありえない。で絆こちらが3200枚、その2個隣が3700枚だね。まあ普通にありそうなデータ。でアネモネが3200枚、この台ガクラゼロがこれ3500枚で、このタブータトゥーが6確定していて、その隣の鉄拳デビルも6確定で、その隣のイニシャル D、 この台が今日4770枚、まあ、間違いないだろうね。あとこのザ・アイドルマスターミリオンライブもこれ死後の確定します。この十字架も3600枚出てます。これもう5台並びで間違いないんじゃないか。こっちの社の D も3600枚出てますね。あとこの楽園追放が死後の確定が出ていて3000枚出ております。この花々並びがもうあれだね、合算127分の1、隣も127分の1、3500枚、3000枚並びで設定入ってると思います。合算119分の1のアイムジャグラー、こちらビッグ30回のレギュラー38回、間違いないね。すごいな、合算104分の1、ビッグ54回、レギュラー23回のアイムジャグラー5900枚、こんな出るんか。もういいね、アイムジャグラー合算127分の1、ビッグ30回のレギュラー32回、まあ、9000回転は回したかなって感じ。よっしゃ帰ります、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。実戦終了と、はい、早速収支いきます。投資19000円、回収5688枚。はい、朝一かな、ブチ切れてたのに結果的に5、6を積もって大勝ちしちゃいました。別に出たからってわけではないけど、僕ね、あの手の台好きだね。定期的な周期でチャンスがあるって台、モンハンとか絆とかなんかやれんじゃねえかな、まあ、次ならいけっかもしれないなって思わせるような台好きね。うん、DMC5 は絶対に辛い台だけど、ぜひ皆さんもね一度打って、あのコンボをつなぐ BGM を聞いてほしいわ。 あの BGM が癖になる。はい、といった感じで5、6を積もってきっちり勝っちゃう僕のスケジュール、こちら。遊びに来てくれた方には DMC のクレーム受け付けないステッカーお配りしております。ぜひもらいに来てください。といったわけで今回はラス DMC、 もう9000回転回したのに見せ場なしじゃん。特化ゾーンもないあの動画を見させられて打とうとは思わんわ。でもラス、お前みたいなガバガバの設定判別でも分かりやすい今のスロットいいなって思った方はチャンネル登録とグッド、そして Twitter フォローしていただければと思います。では今回これで終わりになります。次回もご視聴よろしくお願いします。お疲れ様でした。じゃあね。